男性、それもやや年齢層高めの男性が女性を抱きたいと思う時その瞬間はどんな時なのか今日はこのポイントを4つご紹介していきたいと思います是非最後までお付き合いください こんにちは小川ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください男性がどんな場面で 女性を抱きたいいととと思うかというか、えー、年齢に、ね、よるところが結構大きくて若い男の子は、ね、もう猿同然だから朝から晩まで、えー、そればっかりまあ個人差はありますけどねただ多くの場合はもう、ね、本当に猿と同じもう朝から晩までそればっかりただ年を重ねるにつれてねやっぱりこう社会の中で担っている役割っていうのはいろいろあるんでね えそれればっっかりも考えてられなくなっていらななくくわけですね、えー、体力的な衰えもあるでしょうとそしてまあいろんな経験もね、まあ、していきながら、まあ、それほどねこう重要なことではなくなっていくもちろん生物学的にもね、まあ、生物としても、あのーまあ、生殖能力が一番高いのはやっぱりこうね10代後半から20代前半になるわけで、まあ、それをね過ぎてという意味でのこう男性特にこうアラフォーぐらいになってくると、まあ、朝から晩までそればっかり考えてることはなくて。 よく女性なんかでね、まあ、男はもう常にね、それが最優先なんでしょうと、えー、いうふうに思われる方もいるんですけど、いや、そうでもなくて、むしろそういう人はすごいよねということで、まあ大体みんなね、あのー、まあまあそんなことより家帰って寝たいとかね、えー、いや、そんなことよりちょっとテレビ見,見ながらゴロゴロしたいな。 っていいう人も、まあ、少なくなくですねそれがいいのか悪いのか別にしてただとはいえ人間ですからねやっぱり女性との関わりを通じておっとこれはちょっと勝負かけちゃおうかなというふうに、まあ、思うこともあったりするんですそれは、えー、と結婚したりしてない関わらず、まあ、自分の、ね、配偶者が相手であろうが、まあ、独身の方同士の普通の恋愛であろうが、ねえーまあ、男性がそういうスイッチが、ね、ポーンと入る時っていうのがある だから、逆にね、女性が積極的に男性を誘っても、男性のスイッチが入ってないときはね、こういくらこう女性が誘惑しても、うん、まあ、今日は帰るわ、みたいなね、言ったりとうん、今日はもう寝る、なんですね、同じ布団に入ってても、グースが寝ちゃうみたいなことも、えー、往々にしてよくある。 まあこれは男女逆にしてもね、そうじゃないですか。まあ女性は女性でね、やっぱりそういうタイミングってあるじゃないですか。そういうふうにこう男性に抱かれたいというかね、まあ男性と体を重ねたいと思うタイミングってあって、逆にそういう時でもない時はね、いくらそれが亭主であろうが、好きな人であろうが、まあまあちょっとちゃうわっていうふうにまあ思うこともある。まあそれは男と女それぞれあるので、ただまあ、えっ、ー、と、ここでは、えー、まあそうね、中高年、中高年まで言うと失礼だけど、まあ荒さ、荒法ぐらいか。 えーまあ、そこそこね、いい年したおっさんと言われる男たちがね、えー、どんな場面で、えー、この性欲というか、女性を直接的に、ねまあ、抱きたいというふうに思うのかというお話、えーとまあ、感覚的に、ね、女性を女性と思うという、この性的な刺激っていうのをビビッとたてあ、この女、いい女だなとかねあ、この子すごくいいななんて思う、その感覚は感じるときていうのは、えーと、こういうタイミングだというお話はね、先日ちょっとしたんです。 えっと、ここにリンクが出てますからね。まあ、この動画を見ていただけると分かると思うんですけど、より 直接的に、えーまあ、この子ね、自分のものにしたろうとかね、まあ、今夜泊まっていこうかなというふうに思うときというのは、えー、どんなときかというポイント4つ、えー、ご紹介していこうと思います。個人差あるんで、えー、全員が全員そうとは言えませんが、まあ、おおよそこういう傾向ってあるよねと、逆にね、まあ、こういう場面で男はこういう素振りを見せたら、あなたがね、その人のこと嫌だなと思うんだったら、ちょっと離れてる方が多いし、えー、まあ、あんまり関わらない方がいいよというふうに考えていただいてもいいと思います。 さあ、えっ、ー、と、男はね、女を抱きたいと思う瞬間、えー、その時、こんな時だ、という時の一番目。これはね、確かにそうなんだけど、個人的にはね、こういう時に、えっ、ー、と、そういう、よ、まあ、性欲というかね、女の子にこういう時にちょっかを出す男ってのは、個人的に、まあ、俺的には嫌だなとは思いますけど、でも確かにそういう人多いんでね。えー、まあ、一応言っておきます。一番目。 えっ、ー、とまあお酒を飲んで酔っ払っていてでまあある程度ねこうまあ自分のこう自制心とか、えー、まあそういったものがねこう少し外れていきながらまあもうちょっとねこう何て言うのかなこう自分自身の、まあ、潜在的な欲求というものがねこうストレートにこう表に出ていって。 えーまあ、目の前にいる女性をね、まあ、くどこうかなとそして、まあ、そういう時ってね、酔ってるからとか、酔ってたからとかね、えー、まあ、いろんな言い訳ができるじゃないですか。まあ、女の子もね、そういう意味での言い訳ができたりするんだけど、まあ、男がそれするのはどうなのかなと、個人的には思いますけど、でもまあ、そういう男の人も、まあ、いるんでね。だから、あなたが、まあ、ね、この男を物にしたいなっていう時とかっていうのは、まあ、少し酔わせてあげたりすると、えー、そういうね、えー なんていうのスイッチが入っている方が、まあ少なくないと。まあ普段だったらね、えー、冷静沈着、えー、極めてね、真面目で、こう、自制心のある方も、やっぱりお酒ってね、良くも悪くもその自制心を取っ払うことが多いので、まあ本来はね、その自制心を、酒が飲んでも自制心をちゃんとね、こう、 ちょっとこう、抑えてくれる男がいいし、まあ、酔ってる酔ってないにかかわらず、ちゃんとあなたをね、誘ってくれる男の人がいいんだけども、まあそうも言ってられないんでね、えー、まああなたがこの男、ちょっと、えい、ー、ったろうかな、勝負かけたろうかなっていう時には、まあちょっと酔わせてね、えー、自制心をぶち壊してあげて、えー、潜在的な欲求というものをこう、引っ張り出してあげると、 えー、まあ、割とね、そういうメンタルになる傾向がある。みんながみんなそうじゃないですよ。酔ったら男はみんなね、女を口説いて、えー、ベッドに誘うかというとそういうことでもないんだが、まあ、そういう傾向が ある人が特にねねねおにになるとと多多いよねとね多いよよ特に普段から自生してたりとかね、普段から真面目だったりすると、まあそういう方が多かったりもするので、まあ気をつけた方がいいのか、利用した方がいいのか分かりませんけど、えっ、ー、とまあ事実としてそういうことがあると、えー、いうことで1番目です。えっ、ー、とあんまりお勧めはしませんが、えー、一応まあそういうことがあるんでね、一応言ってきました。さあ、そして2番目です。これは多いですね。えっ、ー、とまあこういう時に男は女性に対して、まあ、えー まあ性欲というかね、えー、まあその女性目の前にいる方を口説いてね、えー、まあお泊まりなり、休憩なりしていきたいなというふうに思う。思考がマイナスなときですね、思考がマイナスな時、えー、とき、落ち込んでる時っるときです。 やっぱりね。男の人もありますよ。まあ、女の人がね、えー、男性に甘えたいとか、男性じゃなくてもお友達とかね。まあ、上司とか会社の同僚とかにこう甘えたいなって、あなたも思う時あると思うんです。えー、まあ、男性もね。やっぱりそういう風にこう。ちょっと落ち込んでる時っていうのは？ やっぱり、まあ、身近な方とか、まあ、やっぱり日頃ね、こう、関わりのある方に、えー、甘えさせてもらいたいっていうのは、まあ、それはみんなあります。えー、人間だからね、えっ、ー、と、いくら強がっててもね、ちょっと心が落ちて、えー、どうなのかなって思う時もあるし、あとはね、どうしてもこう、一人身でいることが多くて、ふっとね、まあ、これもね、男性、女性問わずあると思うんですけど、ふっとこう、なんか寂しさがね、心にこう、 沸き、ね、立った時に、えっ、ー、と、まあ、目の前にいらっしゃる方と、まあ、そういう関係になりたいなっていうふうに、こう、ふっとね、えー、思う時っていうのもある。ただ、そんな時は、まあ、大体気配でね、わかるじゃないですか。あ、この人、なんか落ち込んでるなとかね、えー、あなんか、すごく、ね、今日は甘いたいんだろうなとか、なんか今日は寂しいのかななんて思う時ってあったりするじゃないですか。まあ、そういう時ってね、まあ、男性はやっぱりそういう欲求というか、そういう感情が高ぶりがちになるんでね、まあ、そういう時に、まあ、 あなたの方からもしね、彼とそういう関係になりたいんであれば、そういうアプローチをすると、ね、ああ、いい,い,いのということで、えーまあ、そういう関係になることも少なくないよねと。 えいうことで、まあ、感情がね、やや落ちてる時ですね。まあ、感情が高ぶってるときっていうのは、割とね、えっ、ー、と、まあ、この後のちょっと話にもつながってくるんだけども、なんていうのかな、女事というかね、色事というよりは、他のことにね、こう、向かいがちになったりすることの方が多いんでね、特に男性の場合はね、えー、女性とかっていうよりもやっぱり、感情が高ぶってるときは仕事とかね、趣味とかね、こう、どちらかというと、表に対してエネルギーバーンって向かっていくことが多いので、むしろこう、落ちてるときの方が、え、誘いやすいよと。 えー、いうふうに考えていただくといいのかなと思います。さあ、そして、えっと、3番目です。これはあるあるですね、えっとまあ。女性の側、えー、これは男性の側というよりは、まあ、女性の、ね、こう自分の見せ方というところで、えー、考えていただくといいんだけども、<laughs> やっぱりね、弱みを、女性の弱みを見せられたときですよね。やっぱり、これもね、普段から自制心がしっかりしていて、まあ自分に厳しいような女の子とか、まあ女性とか、がやっぱりこう自分にだけね、やっぱりこう弱みを見せられたりとか、えー、まあやっぱり自分に助けを、えー、求められたりしたときに、本能的にね、やっぱりあこの子助けたろうとか、えー、この子は自分のものにしたろうとか、まあその自分のものにしたろうとか、助けたろうっていう感情が、 えとまあ、そこからねちょっと発展して、まあ、性欲、えー、あなたをちょっとね自分のものにしたろうっていうような発想に変わっていくことが多いので、まあ、これもだからシチュエーションにもよるのでねあなたがやっぱり彼に対してちょっとこう甘えた姿勢というか、えー、と単純にねただただこう助けを求めるただただ何かこう依存するということではなくてまあ 日頃ねやっぱりこう自分で頑張ってるんだけど、これはどうにもいかなくて、すごく落ち込んでるとか、えー、やっぱりね、ここまでやったんだけど、何かね、こう誰かの助けが欲しいんだけど、今本当に辛くてしんどいなっていうことで、バーンとこうへこんでる女の子とか見ると、まあ、男の人は助けたくなるんでね、えー、イコール、えー、やっぱり自分のものにしたくなるので、えー、まあこれもあなた自身の見せ方として、まあ、男性をね、えー、まあちょいちょいと焦って,てたろうなと思う時には、そんな風な見せ方をしてあげると、まあ、男性の心を刺激しやすいと。 いうことですさあ、えー、と今日4つあると言いました。えー、と1、2、3はこれはっきり言いますけど、えーと、あなたと付き合うか付き合わないかって話は別なんだよね、これはねあの。あなたのことを本気で好きかどうかとか、あなたと今後のことを、ね、考えているかどうかという話とは全く別で、えーまあ、いわゆるこう抱きたいという衝動を 男性の中で呼び起きそうな瞬間タイミングというだけの話でね、その後の話っていうのは、えー、残念ながら、まあその後のことを考えてねというのが1番目から3番目でした。さあ、えー、で大事なことは4番目です。あのね、あのー、ちゃんと真面目にお付き合いしたいなと、<laughs> 真面目にお付き合いしたいから、えっ、ー、と、あなたとそういう関係になりたい、あなたを抱きたいと思うこともね、ちゃんとあります。えっ、ー、と、特に今日は、えっ、ー、と、まあ、アラォー、 とかね、えー、まあ、ちょっと5年で上の方向けというお話をさせてもらってるんですけど、これはいつもね、いろんなところで言うように、みんな忙しいし、あの、みんな大変なんでね、あの、本当にこう、その忙しい合間を縫って体力使って、お金を使って、女の子口説いて、体の関係になるっていうと、やっぱりね、よほどのことがない限り、まあ、なかなかそんな風にはしないですよ。あの、ね、まあ、それこそ、ね、どっかで、ね、お金で、 遊んででこようと思えば遊べたりもすするわけじゃないですかそれをしないでわざわざあなたを口説くっていうのはそれはもうあなたのこと好きだから、えーまあ、とりあえず関係がどうなるかわからないけど、ねえー、まずは一回ちゃんと真面目にお付き合いをしたいなと思って、えー、あなたとそういう関係になりたいというふうに思う時もある、えーまあ、そういう時はそういう時でねちゃんと誠実に、ね、お相手もそういうふうに言ってくるのでちゃんとこの先のことを考えて、えー、お付き合いをしたいと。 まあそういう話がね、成り立ってる上で、じゃあ、え、まあ今日泊まっていこうかとか、今日はあなたたち行こうかっていう話だったら、まあそれはそれでね、普通のことなんで、まあそれは当たり前のこととしてね、え、単純にこう酔っ払ってるからとか、え、気分が落ちてるからとかじゃなくて、ちゃんとあなたとお付き合いをしたがしたいから、あなたのことを大事に思っているから、ということで、え、お誘いになられるケースというのは、 当たり前ですけどね、ちゃんとありますから。えー、まあそういうお相手であれば、それは、あとはね、あなたがじゃあその人と真面目にお付き合いしていこうかなと思うんだったら、そういう関係になればいいし、いや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 、無理、<laughs> と思うんだったら、まあそれはお断りをすればいいというだけの話です。えー、ということで今日はね、4つご紹介をさせていただきました。えー、酔っ払って、 ている時とそして、まあ思考がね、マイナスに落ちているとき、えー、そして、えー、弱みをね、あなたの女性から弱みを見せられたとき、そして本当にね、真面目にあなたとお付き合いをしようとしているときという、だから一番目から三番目は、ちょっとね、えー、先のことは考えず、とりあえず衝動的にそう思ってるだけ。 で、4番目は、まあ、これは割と普通の話なので、あなたとの話、があなたとの合意がしっかり得られてるんであれば、まあ、それはそれとして真面目にお考えになったらいかがでしょうかということです。えっ、ー、と、まあ、冒頭も申し上げましたように、ね、男性にそういう、なんていうのかな、あの、まあ、タイミングってあるように、女性にもタイミングがあったりするので、あとはそこがね、お互い、まあ、シチュエーション、 まあ状況、環境というところによってね、えー、今日の話って変わってくると思うんです。そういう意味では、じゃあこういう場合はね、どうなんかとか、まあこういう口説かれして、口説かれ方をしてるんだけど、まあこういう場合ってどういう対応すればいいのというと、個別具体的なね、えー、問題についてはまた僕の個別のセッションの方にでもお越しいただければ、えー、まあご対応させて、えー、いただこうかなと思います。まああとは実際にね、えー、それ以外に、こう、まあなんていうのかな、 シチュエーションということではなくて、キャラクター、パーソナリティとしてね、まあ、こういう女性を抱きたいと思うというか、まあ、こういう女性と体の関係になりたいと思うという、こう女性のパーソナリティとしての話っていうのは、えー、これも過去にこういう動画でご紹介を差し上げているので、えっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、ここにリンクが。 出ているので、まあ、こちらをまた見ていただければ、まあ、今日の話と、えー、のまあ、冒頭ご紹介さし上げた動画等と合わせて見ていただけると、まあ、おっさんがね、えー、まあ、いわゆるこの性問題というか、性衝動というかね、えー、性欲に対して、まあ、どういう捉え方をしているかっていうのは、まあ、なんとなくわかると思います。ただ、とはいえね、えー、繰り返し申し上げるように個人差があるし、また、状況環境によっても違うので、えー、あくまでも参考としてね、使えるようだったら使っていただければいいのかなと。そして、 まあ、男性がいくらね、そう思ったところで、あとはそれを受け入れるかどうかっていうのはあなたの問題だったし、でもあるし、え、あなたがね、え、まあどういうお相手と関わりを抱いていこうかなっていう、まずあなた自身がね、え、まあお相手がこう望んでくるからね、え、じゃあ私はそれに応えなきゃいけないっていう話じゃないので、え、それに対してあなたは、あなたの求める成果、求める、まあ幸せに対してね、死するお相手であれば、 そこをうまく使って、えー、まあ言い方悪いけどね、まあ利用するじゃないけど、うまく活用して自分自身のね、幸せに生かすという感じでお考えいただければいいのかなと、えー、思います。まあそんなところでしょうかね。えー、今日はだいたい以上です。